我ら越後上越上杉おもてなし武将隊である。皆の者、まもなく戦のシーズンであるの。ああ、お事件というものでございます。お事件というものでございますよ。さようじゃ。うん。現世は戦は多様化しておる。ああ。しかし、そんな時こそ毘沙門天の力が必要となる。はは。受験といえば上杉謙信。本当だ。あ、今受験と上杉謙信の喧嘩ぶり。ということで、皆の者、戦に勝ちたくば我が春日山城へやってまいれ。はっ。そして春日山城にある春日山神社で戦勝祈願をすれば、これこそまさに合格間違いだし。はっ。なんか言え。親方様、謙信公をお祭りする春日山神社様でございまする。どうじゃそのあたり、どう思う。さらに毘沙門堂で祈っていただければ倍率ドンでございまする。さらに前、そうですね、今雪がありますけれども、この難攻不落な春日山城を攻めていただければ、うん、毘沙門堂にもたどり着きまする。大丈夫な。いずれにしてもくれぐれもその時はお気をつけていただきたい。もちろんもちろん、戦に危険はつきものとは言いたいけれども、 あまり危ない目を犯してな、危ない思いをしてまでは言ってはいかんけれども、はい、それではなくな、そこではなく、受験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 、はいはいはい。加熱はどう。男は黙って戦ということじゃ。はあ、はい。ということで、ぜひ戦勝祈願をしに皆の者やってまいれ。はい。毘沙門天よ、我に力を。うわ。皆の者、これから戦に向かう者たちに向けて勝ち時を上げい。はあ。いざ。えいえい。うわ。体に気をつけて頑張ってくださいませ。良き結果を期待しよう。